トランスワープは日本の競争馬である。2012年に中央競馬の函館記念と新潟記念で優勝し、2012サマー2000シリーズのチャンピオンとなった。馬名の由来は高速の数千倍で船を移動させるワープ候補をさらに超える夢の候補。6月8日の東京ダート戦3 0 0メートルの3歳未勝利戦でデビュー。 7月27日の新潟の未勝利戦、ダート戦2 0 0メートルで3戦目で、初勝利。3月の中山戦、以降2勝目、6月の東京戦で芝で、初勝利を挙げるも8戦2勝3着2回だった。この後1年半の長い休養に入る。休養中に虚勢したが、参戦して2着2回だった。一月の中山芝2 0メートルで、約二年半ぶりの勝利をすると、 2月の東京の準、オープンはメジストステークスを逃げ切りで勝利し、オープン入りを果たす。この後福島の福島民放杯と福島、テレビオープンを一番人気になるも8着、3着に敗れる。そして函館記念は中段からやや後方からの競馬となり、最後の直線で抜け出して、重傷発制覇を果たすと、続く新潟記念は、 最後の直線で2着のタッチミーノットを首差で制して重賞連勝を果たすとともに2012サマー2000シリーズのチャンピオンとなった。しかし初の GI 出走となった天皇賞は17着に敗れた。1月のアイクで指導したが後味の悪いスタートとなった。最後の直線で勝ったダノンバラードによって5カンポくらい控えるほど の走行妨害を受けながらも追い上げて2着に入った。レース直後に審議表示はつかなかったが、萩原と王の匠騎手は走行妨害申し立てを行い、レース終了12分後にようやく審議が始まった。審議は7分ほどで終了し、申し立ては帰却されたが、その後王のはむちゃくちゃ悔しい。直線のあの時点で下げて差を詰めるのは厳しいと悔しさと不服を語った。 また、陣営は、この採決に対して、最終レース終了後も30分以上、採決委員に抗議しており、陣営にとっては納得のいかない敗戦となった。萩原は、今回の件については、もう一度検証して、今後の態度を決めたいと語った。その後は、惨敗が続き、2014年5月15日付で、競争場登録を抹消された。引退後は、 福島県天栄村の農山ファーム天栄で乗馬となる。ありがとうございます。